俺の貧乏飯。シャープ1、卵かけご飯焼き。用意するものはご飯、卵2個、醤油あればいいが、ケチャップとマヨネーズ。まずは卵を溶いていく。そこに減塩醤油を約2周かけていく。そこでまた混ぜていく。炊きたてのご飯に卵を落としていく。また混ぜる。卵がよくご飯と絡み合ったら、フライパンを熱していく。できれば強火がいい。キンキンに熱したフライパンにごま油を落とし、先ほどの卵かけご飯を焼いていく。フライパンをゆらゆらし、盛ん屋さんみたいにヘラで鳴らしていく。平らに卵かけご飯の上っ面が白くなってきたら、ひっくり返しのサインだ。ここで ひっくり返したらフライパンにくっついてないか確認し、滑らかになったらここでさらに持っていく。できた。これが俺の貧乏飯、卵かけご飯焼き。昔父親が部活前に作ってくれた一品だ。これを俺は今でも食べている。インサートを撮っているぞ。フルーワスト、すごいうまそうに見える。いただきます。おいしい。もう一口。おいしい。さらに一口。おいしい。俺のこだわりポイント、マヨネーズ、ケチャップをここで味変でかけていく。そしたら止まらねえよ。マヨネーズとケチャップが卵に絡み合って、ご飯にも絡み合って、もう落ち着かねえよ。口がうまい。うますぎる。これは卵2個とご飯だけでこんな料理ができるなんて、これはたまらねえ。うまい。うまいな。本当にうまいよ。ごちそうさまでした。口元を拭いて、この後に卵かけご飯を、卵かけご飯焼きを食べた後のこの至福の麦茶、これがまた格別だ。うめえ。